史館チャンネル。皆さんこんにちは、武士道金沢祭祀館店の清岡店長です。今日はじゃん、小手のサイズの測り方を動画で説明していきます。よかったら参考にしてみてください。それでは実際に測っていきましょう。はい、まず使うものは一つだけです。じゃん、こちらは裁縫用のメジャーですね。引っ張ると硬くなくてこう柔らかくなっているメジャーですね。こちらを使って測っていきます。測る場所は2箇所あります。まず1つは縦の長さと、もう1つは、この手の周りの長さですね。この2箇所測っていきたいと思います。測るときですね、手はこんな感じでピーンって反ったり、こうやって曲げたりせずにまっすぐの状態で正しく測るようにしましょう。こんな感じでね、まっすぐ測っていきます。写真をここに貼り付けるので、正しい測定方法はこの画像を見てください。手の付け根のシワからピーっていって中指の先っぽまでが1箇所。はい、2つ目は手の周りですね。指を4本合わせたところのこの周り、このような形で巻いて測っていきます。こんな感じです。でギュッと締めすぎるとちっちゃくやっぱりね測っちゃいますし、逆にゆるゆるだとしっかり測れないので、ちょうどいい感じでピタッと測るようにしてください。はい、以上です。終わり終わりです。小手の測り方はこの2つだけなので簡単に測ることができます。剣道の防具は本当にサイズが命と言っても過言ではないくらい、サイズ計測って本当に大切なんですよね。自分に合った防具を選んでいただきたいわけですよ。個展によっては形が違ったり硬さが違ったりするので、お店に約20体、個展はもうちょっと置いてあるんですけど、いろんな種類の防具が置いてあって試着ができるようになっているので、ぜひね店頭に来ていろいろなコテを試していただけたらいいなと思いますので、武士道金沢祭祀館店でお待ちしております。以上、コテのサイズ測定動画でした。またね。